ときめきの成長は横顔じゃわからない。胸の奥盗み見てもおとなしいって大丈夫かな。みんな疲れて先輩たちがいきますよ。皆さんこんにちは、 AKT48 です。HKT48 フィフスアニバーサリー39時間ぶっ通しみんなサンキュー対脳内パラダイス公演が始まりました。イエーイ。まずはじめに友よ気になる脳内パラダイス気になる転校生3曲続けて聴いていただきましたが、皆さん盛り上がってますか。イエーイ。ありがとうございます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 。すごい熱いです。はい、本日はですね、今日の意気込みとともに一人ずつ自己紹介をさせてください。それではなっちゃんからどうぞ。はい、HKT48 チーム H の松岡なつみです。ありがとうございます。最高です。ちょっとね、頭から1期生がすごいしんどそうなんですけど。そうですね、私は2期生がね、初めての後輩で、やっぱり見てきたというか、脳内パラダイス公演が始まった頃から見てるので、なんか一緒に踊ってるのが不思議な感じなんですよ。横に元気なメルちゃんがいたり、なんかそれが今まではこう皆さんと一緒で見てる側だったので、なんかそういうね、私も思い出に浸りながら、皆さんも一緒にね、思い出に浸りながら、でも今のねチーム H が多いのかな、今日は。今日は H が多いですね。なので今の5年、4年、3年か3年ぐらい、そのぐらいですね、たった私たちを見せられたらいいなと思います。皆さん最後まで一緒に笑顔で楽しんでいってください。よろしくお願いします。イエーイ。はい、あなたのハートを工事中、今日はみんな泣いてうれちーなー。福岡県出身18歳、グミが大好きで、いつでもどこでもグミを持ち歩いています。ちーなこと小島由依です。イエーイ。ありがとうございます。そう、昔から知ってくださってる方は今のグミが大好きなとこの部分はね、知ってると思うんですけど、ゆいはこの公演、研究生の頃にずっとやっていた公演やけん、やっぱり初心を忘れずにということで、今日はストレートの髪にしてやってきたっちゃん。今日ほぼストレートですよね。ねえ、みんなね、あれなんか巻いてる人、初心忘れたのか。ちょっと、そういうわけ
内緒な子忘れまくりですねアレンジしまくっちゃったでもまあそうやって、気持ちは初心を忘れずに今日は盛り上がっていきましょう。みんなよろしくお願いします。イエーイ。はい、あなたのハートを一等メル HKT48 の太陽になりたいメルこと田島メルです。ありがとうございます。はい、私はですねやっぱりこうね2期生でやっていた公演なのですっごく思い出もたくさんあるし、多分皆さんにとってもあこのメンバーなんかすごい大人になったなとか成長を感じられる日だと思うので、今日は皆さん授業参観に来たと思ってちょっとパパとねママの気持ちになって見てくれたら嬉しいなと思います。はい、今日は一日よろしくお願いします。イエーイ。はい、熊本県出身の15歳みくりんこと田中みくです。ありがとうございます。ありがとうございます。私はこの公演を研究生の頃にやっていた公演だったので、すごい定点部位とか今見てみると本当に踊れてないなと思いながら見てて、だから今日は初期の自分に負けないくらい頑張りたいと思います。はい、今日は1日よろしくお願いします。イエーイ。はい、今日も1日赤まわりに。ありがとうございます。 2.5 次元のお姫様になりたい、こう見えても21歳のマリリこと山田まりなです。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はですね朝からパーティー公演をやってで、今脳内パラダイス公演ということで、どちらもすごい懐かしい公演ができてすごい楽しいんですけど、当時いろいろハプニングとかあったなとかいろいろ思い出しながら楽しんでいきたいなと思います。今日一日よろしくお願いします。イエーイ。はい、 HKT48 チーム T2 のさえちゃんこと栗原さえです。ありがとうございます。私はですね、これは3期生が公演デビューした公演が脳内パラダイス公演なのですごく久しぶりで懐かしいんですけど、私がデビューした時は谷まりかさんがすごく緊張をほぐしてくれて、すごい絡んできてくれてその時はちょっと反応に困ってたんですけど、でも今日はいないからちょっと一人で自分で緊張をほぐしてたんですけど、今日はチーム H のメンバーが多いということで、一、人かな、ピーツつつもいる。おつついるよ、おつつ。いや、みんな忘れちゃいけない人を忘れているよ。あー、あのさん。なるほど。ちょっと違うからね。馴染みすぎな剣。本当に、あれ本当に違和感ないすぎる。下野 H だったっけ多分そうだったと思う。ない。そういう、こういう個性の強いメンバーなんですけど、誰よりも目立てるように頑張ります。今日は一日よろしくお願いします。イエーイ。はい、汗が止まりません。博多に咲く優しい花になりたい HKT48 チーム H のゆかちゃんこと秋吉ゆかです。ありがとう。しゅみかん、ありみかん、私はですね最大の見せ場が2曲目の脳内パラダイスでソロダンスをするところなんですよ。で、当時やってた時は郷里香彩芽さんの このダンスが流行って、はいはい、そうやってたので、今日は2016年を振り返るバージョンでやったんですけど、今日もキレキレに頑張りたいと思います。はい、今日一日よろしくお願いします。イエーイ。はい、福岡県出身高校3年生の赤ちゃんこと赤田部遥です。ありがとうございます。私はこの公演に出るのは初めてなんですけど、今日この5周年のためにこの公演丸々1個覚えたんですよ。ねえ、ですごいそれだけでもすっごい大変なのに、なんと頭の最初の曲の友よで、なんと私エレキギター任されちゃって、やったことないんですよ。だから1週間2週間T2 担当マネージャーの K さんと得意なんで、得意だね、練習をね付き合ってもらって頑張って今日ちゃんとできたので、この後もですね間違えることなく頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。イエーイ。はい、福岡県出身16歳の夏みかんこと田中夏実です。ありがとうございます。
私もこの公演は初めてだったんですけど、もう想像をはるかに超えるくらいのきつさで、すごいきつくて緊張しすぎて笑顔が作れない。もう本当に多分もうね、本当に放送事故な顔してたと思うんですけどそんなことないよ。今日ね、私もう5年も経ったし、うん、まあ、私もね年上メンバーになってきたのかなと思ったけど、うん、今日の出演メンバーだったらなこみくのその次に若いらしくて、嘘、信じられんことですよね。5年やってこれですよ。サバ読んでるでしょ、ね、すごいじゃん。こんなじゃダメだなって、もう今ね5年経っても若手メンバーじゃん。そうなんですよ。すごいじゃん。だからね、ちょっと反省して、若々しさどこに行ったの。フレッシュ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 に頑張る、頑張りたいと思います頑張りたいと思います。よろしくお願いします。イエーイ。はい、宮崎県出身20歳のピーちゃんこと駒田ひろかです。ありがとうございます。私も何年かぶりに、ね、ノーパラするんですけど、あの研究生の時は脳内パラダイスって曲で最後のセンターでここをパラダイスする事件があったね。黒歴史があるんですけど、今日はそういうこともなく無事に前半が終わったので、この後も頑張りたいと思います。皆さん盛り上がっていきましょう。今日は一日よろしくお願いしますイエーイ。はい、私がツッツンをって言ったら探そうって言ってください。よろしくお願いします。はい、ツッツンを探そう。ありがとうございます。佐賀県出身16歳のツッツンこと筒井理子です。ありがとうございます。はい、なんだこの公演は3年前かな、3年前、かれこれ3年前の話なんですけど、言いたいことはただ一つで、あの皆さんに成長したところを見せられるといいなと思います。はい、今日は一日よろしくお願いします。イエーイ。はい、 I love you, love me, love マシロ。ありがとうございます。ビーフジャーキーが大好きなマシロこと海マシロです。ありがとうございます。あのパーティー公演でも言ったんですけど、今はぼんじりの方が好きです。はい、私の今日の意気込みはですね、あの研究生時代にやってた気合いの入れ方を今日やったんですけど、あのメンバー同士で背中を叩くっていうことで、なんかバーンってマリリンにしてもらって、すごい今赤くなってるんだろうなっていうぐらい痛いんですけど、もうそのぐらい気合が入ってるので頑張りたいと思います。よろしくお願いします。イエーイ。はい、アニメとスモツがめっちゃ大好きな、20歳のナオポンこと岡本直子です。ありがとうございます。懐かしのあれですね日本酒はちゃうわあのですね、私の意気込みはですね、あの今日何を思ったのか、朝喉が痛かったんで蜂蜜ナイコン持ってきてたんですよ、つけてるやつを。でそれをスーパーの袋の中に入れて、あの冷蔵庫の中に入れたつもりだったんですけど、さっき探したらなくて、あれと思ったらコンタクトレンズのケースとこと一緒に冷凍庫に入れてて、カチコチに固まってたんですよ。ちょっとね、今頭の中があの脳内パラダイス状態なので、この声を通して皆さんの頭の中をナオポンパラダイスにできるように頑張りたいなと思います。はい、今日一日よろしくお願いします。怖いよ。イエーイ。はい、中学3年生の15歳、私たちはお化けを倒す軍隊だ。ありがとうございます。矢吹奈子です。ありがとうございます。ナコはこの公演で劇場の全部の何曲を、劇場公演デビューって言うんですか、はいはいはい、劇場公演デビューをした公演なので、うん、まだ全然喋んない時期だったんですね。そうだね、喋んないキャラみたいなとこあったよね。声変わりもしてると思うので、ぜひ皆さん聞いてみてください。はい、今日一日よろしくお願いします。イエーイ。はい、いつでもどこでもみんなの季節はありがとうございます。リンゴジュースが大好きなハルタンこと上野遥です。ありがとうございます。あったね、そんなの言ってたよ ね。ありがとうございます。私もあの研究生の時やっていたんですけど、あのその時実は私なんか反抗期みたいなのが来ていたんですけど、多分メンバーは察すると思うんですけど、あのなぜかスタッフさんにまで反抗をしてしまったんですけど、あのそのせいか、あの脳内パラダイスの出演があの割と少なくて、多分そのせいだったのかなと思うんですけど、あの今日はそれを取り戻せる勢いで頑張りたいと思います。よろしくお願いします。イエーイ。はい、福岡県出身18歳のシナモンこと下野由紀です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
はい、私本日3回目の公演になります。お疲れ様です。お疲れ様です。女神お疲れ様でございます。ありがとうございます。女神お疲れ様です。女神が言わないで。女神あのですね、いやいいんですけど、3回目すごい出させていただくのありがたいなって思ったんですけど、あの自己紹介 MC のお題が全部今日の意気込みなんですよね。そうなんですよね。私は何回意気込めばいいんだと。あとマネージャーさんがちょっと楽したのかなと思うので、はい、でもですね、本当に今日はチーム H のメンバーが多い中で警報一人だけなので、はい、でもすごい馴染んでる、自分で言うのも本当になんか違和感なん、孤独感も全然感じてない、うん、感じてないので、うん、本当に今日はですね、本当に気合を入れて、はい、折り返し、今日は折り返し地点なので、私はなので体力心配なんですけど持たせたいなと思います。今日は一日よろしくお願いします。イエーイ。はい、HKT48 5th アニバーサリー、39時間ぶっ通し、ぶっ通し祭り、みんなサンキュー隊、脳内パラダイス公演インジョのメンバーでお送りします。皆さん盛り上がる準備できてますか？イエーイ。いや、ちょっとさっきの2回の方がちょっと、あら、あれ、あら、今までの公演の方が声出てました。あら、あら、あ、もっと声出せますか？イエーイ。その調子で最後まで盛り上がっていきましょう。続いてはさまざまなユニットの登場です。まずはこのメンバーがしっとりと歌ってくれます。どうぞ。粉雪が積もり
マリア、マリア、マリア、あなたの名を呼ばせてください。はるか地平線に
思い出だったり、いろいろ話していきたいなと思ってるんですけど、はいはいはい、これね、研究生の時から本物のネギを使ってまして、うん、本当に臭いですよ。いりますか？いりますか？いや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 、はいっておかしいでしょ。はいじゃない。あれなんですよ、一回そのネギあるじゃないですか、うん、で飼育してたよね、一回なんかさ、生えてた、生えてた、ね、ネギ坊主だっけ、なんかそう名前をつけて楽屋で買ってたんですよ、ね、一時期なんか育ててたよね、なんかすごい。でもなんかいけないやつでしょ、なんかになっちゃってね、そう。そう、うまく飼育しきれずやめたって、そうなんだ。なんかなんかこの衣装で気づいたんですけど、やっぱり右足が太いみたいで、左足だけズボンが下がってくるんですよ。あ、本当だね。右足だけ太いんだって。だ、ね、そうなんだ。でも単に依頼なんじゃない、ネギ食べてたの。そうね、食べたの、食べました。ツッツンとかも食べてたでしょ。ツッツンかじりましたよ。なんでなんでよ。なんで言っていい、もうね、この後のねステージ上くっさいのよ、めっちゃくさい今。もうね、そうなんですよ、タニーも散らかしてたんですけど、うん、ネギのせいでステージ滑るわ、くっさいわで、次の楽曲に支障ありまくりで、そう。でももうちゃんと拾いましたね。拾った？オッケー、もう大丈夫。問題なし、ダメだよ、なっちゃん怒っちゃうから。ね、そうだよ、怖いぞ、ね。どうです、うん、2期生とか。そう、ね、やってたじゃん、この子。2期生は、ね、でもそこもね、みんなやってたね、3人か。あの、そう、このみんなやってたでしょ。みんなここナモンちゃん以外多分みんなやってましたよ、ね。え、どうした？私あ、でもまあまあまあそうだね。あ、そうですよね。いいよ。そうですよね。うん。ナコは前、うん、あのその研究生の時は、うん、マリアと泣きほほしかやったことがなくて、はいはいはい、おされ出た、そういうおされ。いいですね、センターですか、センターです、イメージが。私くるくるパッと天国やろうと15人姉妹全部出ましたナモンちゃん、すごいわ先輩。でもね、ナコも何枠だよっていうね。ナコも意外と小林さんの場所でやってて、あー、いやセンター、センター。あれ、あら、そうです、センター、あれれれ、横の方、横の方、横の方、ね、真っ白ね、ここあのナコのポジション以外全部やったことあるんで、嘘、くるくるパー全制覇してるの。すごい、ほんとネギ NG ですか、ネギ NG。 くるくるパー押されじゃん、マジ常連、ね、常連だね。私とかさ、泣き方やってマリアやって3周年からくるくる専属になりました。専属もうくるくるしか出ない。マネージャーさんが分かってきたんじゃないですか、ナオポンのキャラをね。岡本はここだなってね、ここかって。なんか私も、うん、あのノーナイパラダイス公演の時は、うんうん、くるくるパーのここをやってたんですけど、うんうん、あの実はナコンのとこもやったことあって、なんか、本番の15分前くらいに覚えて急遽出たことがある。そういうことあったよね、あったよね、なんかあった、覚えてたやつ。なんかあの急遽なんですけど、こんなに振り切ることができなくて私、うん、いやそりゃそうで、必死だよね普通は。そうそうそう、結構大変でしたね。すごい、15分前ね、もうね、なんかリハの時からね、うん、恥ずかしかったです。恥ずかしかったよね。いやー、ナコがこんなユニットするなんて。本当だよ、ね、昔は誰も想像してなかったし、してないし、本当にさ、本当に可愛かったよね。ロリロリしか、過去形だよ。可愛かったよ、今はちょっとあれみたいな。声変わりする前、声を聞いて、マジで泣き方法、ナコの
うん、ほんと初期のなんか消え失せそうで消え失せそうな声してたよ。本当に守ってあげたくなるんですけど、え、今はどんな感じですか。今別にほっといてもやめて、生きていけそうな気がする。今お化け倒しちゃうでしょ、うん、そうな、はい、強くなっちゃいましたね。強いか。ナモンちゃんとかどうです。何3周年のノーパラ初めて出てですよね。そう、同じポジションなんですよ。あ、そうなんですか。いや、なんか2回目じゃん、ノーパラ。はいはいはい。あ、まあやっぱペガサスとか来んじゃねとか思ってた。くんじゃね、くんじゃね。やっぱこれかみたいな。またこれか、まあ、ありますよね、予想通りみたいな、ね、立ち位置送られてきて、あ、ちょっと何のユニットかなと、ワクワクするの、ワクワクして開けて、うん、ね、うん、ここだよね。まあそうだよなっていうね。いや、くるくるパーが悪いわけじゃないよ。そうだよ、ちょっと、ね、悪くない、悪くないよ。2回目だしね、超大好きなんで、ね、次は違うの来るかなとか思ってただけなんですよ、うん、なんか、ツッツンは結構くるくるパーっぽいけど、うん、ね、ツッツンくるくるパーっぽいわ、ね、これって褒め言葉ですか。絶対褒め言葉で、めっちゃ褒めてるよ。こんなにくるくるパー似合う子いないから。いない。いや、でもナオポンもなかなか似合った。確かに。いや、待って、パリティこの MC さ、ツッツンとナオポンいるってやばくない。私声強いよね。なんか思い出ある。ある特にないけど。ないんかい。ないかよ。あ、でもマシロさんのとこやってました、リコは。あ、そうなんだ。ね、それ可愛いよね。いいな。やろう。本当ですよね。いいよね。キャリーさんじゃないです。違う違う、やった。キャリーさんじゃない。でもリコ、なんかくるくるパー以外にやってみたいのがあって。本当に。なんかリコってなんか変な系ばっかで、変な系って言っちゃいかんね、うん、こう、うん、お笑い系なんだろうな。確かに。そうで、なんかちょっと一回でもかっこいい系がやってみたいの。なになになに、ペガサスやりたい。いや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 、あのね、ペガサス実はね、身長制限あるんすよ。そうなんですよ。身長が足りないんです。私も身長足んなくて出させてもらえる。そう。何センチからなの。何センチから。何センチから。でも大体なんですよ。そうなんだよね。まあ、そのメンバーのイメージ、まナポは絶対無理だなっていうのと、あの、ジーナとかは照れそうだなっていう、まあメモリー。なんか私が来たら衣装に着られてる感、着せられてる感が出る。確かにあるねって話になったりとかね。そう、頑張って身長伸ばさないとダメなんだよ、あれは。いや、もうやっぱ。なこもでも、この公演のユニットであとペガサスだけなんですよ、うん、やってないのが。そうなんですよ。骨骨やったっけ。はい、あの、なんか、なんでしたっけ、ハロウィン。あ、はいはいはい、はい、なんかね、なかったね、はい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 、ロッテの。はい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 、まあまあまあ、その時ですよ。すごい。私はあの、うん、意外とあのそんな出たことなくて、あれ、あのマリアとこれだけなんですよ。だってあれだもんね、この時は干され時期だったんでしょ。反抗期、反抗期来たよね。この時はね、そうだよね、この時はね、もうドーンドーンでした。公演干され時期だったんだよね。そうなんですよ。もう何もなかったですもん、その時公演以外だった。よかったね、本当頑張ってたよ。お母さんみたいな。お母さんだったね。お母さん、お母さんみたいだったね。なんかある、ね、何があるかなと。何本あるやろ私、うん、てか、なんかないの、その当時の思い出みたいな、ね、当時ですか、あの、うん、多分なんだっけ、マリアやってた時に、うん、スカートのホック外れて、うん、落ちかけたとか。一回それでなんか その時ナコミクでしたよね、多分だったかな。ナコミクとナオポンさんで、ね、どんな組み合わせよ。すごいね。どういう対処をしたらいいか全然わかんなくて、そうだよね、二人になっちゃって、はい、あ、そうか、そうか。ちょっとずれてみようみたいな。ずれてたね、はい、そうなんだね。緊張しました。そっか、なんかさ、チーム H さ、うん、そういう衣装トラブル多くない？いや、そんなにやもん。この間ね、別の声だけどスカートやらかしてたよね。K4 にチーム H のメンバー来たら誰かしらなんか残して帰るの。誰かしら残して帰るの。秋吉さんとかね、秋吉さんね、秋吉さんとか、足を別に脱ぎたいわけじゃないんですけど、脱ぎたい、脱げちゃうんだよね。脱ぎたがりでしたね。やっぱ気合が入っちゃう。そうなんだね。なんか別のこと残して帰っていてほしいなって思うんですけど。そうですね。でも嬉しいですね、今日なんか客席見たら、あの、うん、研究生当時のあの下克上 T シャツっていうんですけど、背中に HKT48 下克上、懐かしい懐かしい、着てる方何人かいて、見たことあるよって人、ね、脳内パラダイス2期生のとか、あの3期とか先輩みたいと、結構脳パラはね、当時来てた人がね、当時来てたんですけど、うん、あんまそんな長くできなかったよね。そうなんだよ、組閣があったから。そうだったね、クロス替えか。なんかあの時まだ小6だったから2回公演しか出なかったんだ。そうなんだよね。そうだ、ナコミクはそうだよね。そう、時間制限があって、うん、そうだ、2回、土日のね、2回公演しか出れない、うん、だけどもうね、来年で高校生になるんですね。うーん、涙が出る。受験生だよ、ナコが。そうだよ、やばいですよね。すごい、ナコとかさ、ま、ナコミクとかマリアとかが成人式迎えたら多分泣いちゃう。いや、泣いちゃう。いや、見に行くわ。私でも泣くかも。泣いちゃうよ、母心だよ、本当泣いちゃう、ね、今日はね、こんな感じでノーパラダイス公演の昔のね、思い出お話とかしてきたんですけど、まあ、最近11月、もうすぐ12月ということで、寒い日が続いてね、まあ、12月といえばクリスマスですけれども、わー、皆さん、鈴の音が聞こえてきましたよ。
Yeah.
ありがとうございました。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 バイバーイ。ありがとうございました。
私
ありがとうございます。ありがとうございます。花と散れ軽セカンドメドレー続けて聞いていただきました。さあここで写真を撮りたいと思います。いや、お写真ちょっと髪の毛直した方がいいよ。髪の毛ぐしゃぐしゃすぎて汗が止まらない、ね、気づきました。公演ごとに T シャツの色違うんですよ、ね、今回ね。赤で嬉しい。赤全色制覇かもしれない。なんか秋吉さん、さすがです。なもんちゃん、ありがとう。ゆかちゃんに水分が足りてないんですけど、ちょっと汗が止まりません。すごいよこれ。何の順番ですか？MC の順番？何でも、どこでも、まあ適当に行こう。適当に何をしよう。どんなポーズにする？ノーパラってポーズないもんね。ノーパラっぽいポーズ。くるくるパー入ってますか？入ってます。パラダイス、パラダイスポーズで。止まったら熱い。 Yeah。5周年、5周年ハンドパワー。ですね、ステージであの写真を、今の写真を販売しますので、はい、よかったらちょっと大変だと思うんですけど、帰りにぜひ寄ってみてください。さあここで感想を聞きたいと思います。どうでした？誰から喋りたい人？はい、じゃあ若ちゃん。はい、もう私はあのなっちゃんの泣きながら微笑んでに本当や、もう、ね、本当裏で一生懸命聞いて最高だった。泣き方、泣き方、かわいい。もうなんか5年で一番緊張したんですけど、うん、泣き方終わった瞬間にもう私の5周年終わったと思ってなんか早いですよ。だってなっちゃんこのためにすっごい練習してて、ね、もうなんか頑張りすぎてリハで涙出ちゃったんですよ。若ちゃん泣いてたよね。てか本当はさ、なっちゃんがなんかできなくて悔しくて泣いてたのに、なんか若田部も泣いてたよね。感動しちゃった。だからすごい本番うまくいって、あ、よかったなと思ってました、うん、本当に、ね、はい、うん、よかった。最高やった。素敵な歌声でした。どうですか？じゃあメルちゃん。はい、私はですね、なんか最近、うん、そんなにこんなに髪の毛がぐちゃぐちゃになることなかったから。そうだよね。そう、シアターの女神ってちょっと B だから、ね、怖いもんね。そう、顔が決まってる感じあるんですよ。なんか前髪がまだね、みんな前髪が崩れてない感じあるんですけど、今日みんな見たら周りのみんなぐちゃぐちゃで爆発してて、なんかすごい初期の頃を思い出して。コロイシはやばいわ。やばいよね。もう頭ガンガンみたいなで、コロイシの時にメルちゃんって頭ぶつかっちゃって、ね、そうなんですよ。大丈夫？びっくりしたね。面白かったね。そう、面白かったね。面白かったね。だって夏みかんが汗かいてるもんね。え、嘘みかん、そうなんですか？いつもスプレーで頑張って偽物なんで作ってるの。本物の汗だったらちょっと見て。5年で初めてじゃない？いや、それはない。そう、もうみんなやばいね。めっちゃ汗かいてる。本当に頑張っちゃう。いやー、夏みかん、ね、もうね、夏みかんはね、一昨日なんか司会からあのくるくるパーでしょでもずっと言われて、でももうね、今日やっとザマーっていうところなんで、ザマーザマーザマーっていうのザマーはやべえ。意外とかっこよかったね。なんかもう向こう側の人たちも失笑でザマザマみたいな感じだった。骨骨、本当の骨骨悪そう。本当にだってね、もう衣装さんにね、衣装なくていいって言われて全裸全裸いじりがすごい。なくてもいい。確かに骨だから全裸骨だからね。なことかどうですか？もうね、本当にね、楽しかったです。やっぱり初期の頃に戻れた感じがします、うんうん、なんか私、ね、映像を見てて前のフリーレするときに、うんうんうん、あれマリアいる？と思ってあ、思ったナコなんですよ、うん、そう、めっちゃちっちゃくて、本当に超ちっちゃ、悲しかったし、ね、すぐ分かる。前はすぐ分かったんですけど、今じゃ探せないぐらい。分かるけど、ドヤるな、ドヤるな、ドヤるな、ドヤる顔だったね。はい、もういいですか？喋りたい人いますか？
つっつんが喋りたい。言ってない。おつつん待って、何も考えてなかった。どうやった今日の公演。いや楽しかったですね。3年ぶりの脳内パラダイス公演、ね、成長見せれました。どうでしょうね。誰誰言うか。ちょっと先輩インタビュー。先輩どうだろう、はい、リコは見せれたんじゃないかなと思います。おー、ファンの方次第ですね。それは成長したね、もう、うん、それでは次が本当に最後の曲になります。ピッチャーピッチャー、あ、怒ってる。次が本当に最後の曲になります。ダメー、はい、って言ってる。納得してない人が。そうですね、こうやって5周年ということで皆さんにこうやって出会えた奇跡に感謝して最後の曲歌いたいと思います。聞いてください、草原の奇跡。
本日は、はい、並びます本日はご来場いただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございました。この後は私たちが感謝の気持ちを込めまして皆様をお見送りさせていただきます。係の方の指示があるまでその場でお待ちください。それでは最後の挨拶をしましょう。引き続き次の公演も下野に頑張っていただくということで皆さんありがとうございました。